もう一回ザンギエフが見れるんですよね。もう一回見れます。もう一回見れるんですよね。まだいます。はい、まだまだ会場揺れる可能性ありますから。はい、揺れますね。はい、いらしておきましょう。はい、ザンギエフって見る人にとってはやっぱ楽しいキャラですね。見るタイプのエナジードリンクですよね。エナジードリンク。取りすぎ注意だ。取りすぎ注意です。特殊な栄養素があるからね。さあ見ていきましょう。はい、これがルーザーズファイナルの対決、板橋ザンギエフ対かけるベガの対決。いや、これはあのストリートファイターリーグでもね、その驚きの試合内容になって。はい。本当になんかその板橋さん曲がかけるのベガにしょられたっていう内容だったんですよね。はい、対空処理がとにかく見事でした。さあそこからどのような反省を得てどういった戦いを見せるか。こっ様には間に合わなかった。ただザンギエフの体力は大きく削られてしまった。この大パンへの差し返し、これ見事チョシーラッシュを通していける。かける、おっと止まったが、まだチャンスはあるか。ねえ、2つ目スタイルが真っ白になった。さあこれはあるぞ。うわー、合っている。さあなかなか投げられないかけるというラウンドになりました。世界立ち強パンチで取ったの面白かったですけどね。さあ抜けるが、画面端を作っているのはかけるのでが硬いですね。崩れない、また崩れない。全ガード、ドライブゲージは削れている。いや、こっから守るか。なかなか攻めあぐねているのは板橋。これ上からの攻めは全く来ない。おー、来たぞ。気遣い変える。あ、スパインか。スパインで起き攻め状況を良くしていくか。ここもさあ投げは抜けている。飛んで回避しているかけるのベガ。ジャストそう、無理やりジャスト戦略でドライブゲージを削っていく。ここでスクリュー叩きつけた。ドライブさ、どうすんのこれ。かける3ゲージですよ。危ない、危ない、あいつ助かった。から上は振っている。板橋にも CA 転倒。どっからこのラウンドつなげるか。あれ、ついた。おー、危ない。ジャッケー、うまく切り返して、生産下がります。さあスクレー使っていく。ゴーリショーストンバサー、これでラウンドを取って最終ラウンドへ。お見事、よく止めましたね。ここまでケールがやはり試合を作っているというような、うん、先行していますが、さすがに勝ち、勝ち、そうやって流れが変わってきたか。画面端に追い詰められているのはかけるのでが、でも落とす、うん、それも落としますね。反応は早い。しかし押し付けて、ここさあ後ろがなくなれば次の人読み。さあどうする。打撃を一つ重ねたが、うわー、ついに通った。いった、先行したのは板橋。多分かける歩きしゃがみ強パンチか、後ろ下がりしゃがみ強パンチ打ってバックスに化けた、うん、なるほどかなって感じでした。対空自体は見てたんだけどコマンドが入っちゃったっていう、まあ、たまにあるんですよね。やっぱり後ろ下がりしながら、ね、食らってましたもんね、うん、バックスの出掛かり見てた、見えたんで、そこは差し返しを狙っていく。危険な場合インパクトを返している。振り回しにしてしっかりと反応。やっぱりこの触れる距離まで行ったらしゃがみ中キック打つことで立ち強パンチのアーマーっていうのをとにかく食らわないように無効化してますよ ねかけるはしていると。さあ爆発してしまった、板橋爆発、ここはまだ足りないが、すごいすごい、詰むのこれ。いやでもさあお互いバートはしかし中足届いていた。中足ラッシュ上げていくのはかけるのベガ。やはりこの地上戦のうまさがこのベガの強さを支えている。なの大足爆発コンボですね。ドライブゲージの効率が割と良い。ちょっとからスクリューでマインを解除しながら、しかもこれ中スクリュー通常投げ激渋です、激渋通常投げだと届かないで、強スクリューも届かないからっていう判断で中スクリューにするっていうやり込みの、し返していくが投げているのはかける。 SS に警戒、あれがいいわ、確定しなかった。そうバーとかで危ないところ、リーチがありました。どうしましょうこの状況、しし危ないぞ、ししやりたい放題だ、かけるはガードしまくる、勝って何も食らわなかった。崩れない、ただ CA があるぞ、一
回投げれば終わるが戻ってきた。いや投げんのからの、うわー、いや待って、 SS ゲージを2つ1に繋いで、いや、ここミスな、ミスがあるぞ。倒しきり締めました。ギリギリだったが、ラウンドをまたもや取った。いや、コンポ選択も良くて、SS に行くにはドライブゲージが必要なんですけど、ラッシュの時点でバーンしたんで、SS ルートしかなかった。しっかり決め切りましたね。そうですね、はい、なんだかんだで食らいついていく板橋ダンギエフ。じゃあそう、これもらおう。通常投げ入れ替えが難しかったんでね。しかし、始まる、パニッシュしてるぞ。さあ、ドライブゲージが持つか。硬いとはいえ、ドライブゲージは削られていく。ペンペンペン、しかし、画面8、画面8が近づいた。かけらどうするか、ゲージは3つある。上から、おー、チャンチスキル。うまいね、次はどうする。あと一発、突っ込んできた。きたー、そこまで。これだ、2対0。さあ、板橋が爆発している。今の選択の良さとしては、かけるの技の空振りに飛んだじゃないですか。そうですね。でも、ランポ池は確定しないフレームだったんで、ジャスパ対空を警戒したカラジャンプ作るようにしたっていうところは、状況判断に変わってましたね。あとスクリュー、これを空振ったところ、でね、2対0となったこのかける戦、板橋、いけるか、うまくつないできた。アドリブ飛ばして画面端は脱出成功だが、さあ垂直狩りの立ち合いキック、見事。そしてほころびを見つけたら一気にやりに来る。もうここ勝負するしかない。いや投げが後から来る、満員の後の状況。さあ、流れとしてはカケルがやはり作っている状況は続いてるんですが、最後に立ってるのは板橋さんギフト。カケルとしてはやりきれないところはあるでしょうが、中段からまたもや爆破。板橋爆発させすぎだろう。とんでもない状況続いているが、折りから、これ B サルですね。で、今見えている、ちなみにスーパーオーバーキル、スーパーオーバーキルです。2でもよかった。はい、満期の体力を持ってしてもオーバーキル、お見事。 2-0 はってやつですね。これで2対1。はい、板橋ダンギエフの垂直ジャンプに踏み込み立ち強キックで対空したりとか、あの対空すごかったですね。細かいうまさが光りましたね。しかも投げている、素晴らしい、素晴らしい。先手を取ったのはかける、おっと、これは、あ、そうなんだ。いや、ただ、強スクリューが多分届かなかったかな。おっと、後ろに投げた、大きなプレーになった。バランス、まだ狙う。ただかけらは前ジャンプ、そこから反撃をしっかり決めて、マインをつけて、なんかできるか、上、あ、これ、しっかり見ている、踏んで、タッチ強パネスしっかり、倒し、今見えている、お見事、さあ、タケルが攻めきれないという状況がなくなってきた、さあ、板橋の粘りを、タケルは上回ってきているという状況、2対1でリーチはかかっているものの、あと1勝がなかなかに難しい、セットエリアね、踏み込む。からこれガードは間に合ったが、その後ゴロの投げ、リバファイクを確定した。ファイクを下がっている、ちょっと来るよ、なるほど、しっかり下がった。ドッツシベリアン、カケルは一発目から飛んできた。カケルはおっと失礼、何かの比較対象はございません。体力リードは板橋、うまい、からの動きましたね。ペンペンからの上、ダザー見ている。しかもジャンプを引き、おお、これリザルだ。ゲージがたまりそう、つまり追撃から倒し切りがある。お見事、スーパーオーバーキルですね。これもまあまあ、もっと伸ばすことにはね、いくらでも伸ばしたんで、はい、これで2対2。さあ、両者キャラクターはもうこのまま最後まで行く。アニマセット、上、通った、さあ、ダブルアップ成功、頭突き入った、勝って抜ける、手はしない、振り回すが、ダブルに押し返していくのはかける、踏んで、はい、その後見ていた、はい、そこバッチリ、かけるの押し返し、だいぶ
と聞いてて端にいないですよね。いないですね。行く直前でうまくこう切り返せているというところがあるんですが、今回はちょっと体力差相当ついた。この中距離当たっている。中らしい。危ないぞ。いやマジで体力前。上が通らない。高見さんが生まれたぞ。下で地上戦もやってるんですが。ペン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 残った。残った。あと一度とこづくだけ。一歩返さないぞ。返せませんね。そこに大きくマッチポイントは板橋ザンギフ。さあどうする、いけるのか。会場からもね、頑張れの声が漏れてます、はい、誰応援、どっちかとは言わない方がいい。誰応援なんだ。普段ランクまで苦しめられてるのにね、うん、どっちにどっちにもどっちにもどっちも頑張れってことです。平等に応援していきましょう。いいサダイパン入って、さあかけるのかなりプレッシャーがかかっている状況。ルートさないね今のは、うん、ドライブ差があるんでラッシュしづらいで、おお差し返し、サイクロン巻き込んだ。これはこれだ、落ちてるし。ダブライからのシビ、この画面端、あ、これでも投げ一発で。さあ画面端は抜けた。バックしてから空振りやっている。すごっ。さあこれはバウンドしながら使うでしょ。倒し切り、アンリミテッドサイコクラッシャー。ザンギさんだけど大丈夫、大丈夫か。さすがに、さすがに倒し切り、お見事、うん、これ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 、フルラウンドフルセット。いやこのシャドーライズヘッドプレスからの駆け引き、2回目はねその、はい、サマーソルトスカルダイバーに立ち込まち合わせたんですけど、それを回避しましたよね、はい、しましたね。両目回しているバックステップ、こんな確定ラッシュがしづらいところがするの。上から来るか、これもマジで対空うまいな、うまい。そしてアドリブ一本、これは受け止めている。ここからマインがついて、あー、惜しい、消した気合い立てだ。まあ1回以上上、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 もうちょっとで、さっきまた、ここはどうする。ザンギさん、SS3 溜まりそうです。 SS3 溜まったらもう一気に話変わりますね、これ。飛び上から今度は、溜まりますよ、溜まりますよ、溜まりますよ、射精になるぞ、投げ切りされる、どうする、うわー、飛んでー、飛んでる、どこまで行く、いや、まだ残りますね。まだ残るでしょう、ただゲージはなくなった、板橋ザンギフ、どうする、ユリ、さから、バウンドさ、インパクト、ちょっと、これは入らない。これは、うわ、ペンペンペン、どうなの、緊急動画、緊急動画どうする、どうなの、私、ガードして、うわー、太鼓対空一戦、なんていうスライダー、よく見ていた、冷静すぎでしょ。よく貯めてましたね、下がりながらね、よく貯めてた。いやマジか、